皆さんこんにちは、マララミツエです。そして相棒のウサギののんたです。ハロー。さてと、今日はまたいつもの手焼きの手ごねのパンを焼いてみました。今日はトッピングにアーモンド、カシューナッツ、マケドミアンナッツなどを乗せて焼きました。ちょっと多少焦げたとこもあるんですが、まあこれもご愛嬌。さて、これを切ってみますよ。さあ、このパンの中にはきな粉、ごま、強力粉、牛乳、それからバターの代わりにオリーブオイルが入っています。断面図、結構ね、この一切れが重たいパンなんですよ。胃袋にもずしっと収まります。なので、あんまりこれ一切れ食べて空腹が来るまでに時間がかかると思うんです。ダイエットにもいいのかな。さあ、断面図、裏はこんな感じですよ。表はこうね。もう少し切っていきましょう。じゃん、あ、ナッツがこぼれてしまいました。感じで食べる分だけトーストしながら食べてます。上にはお好みで小豆やジャムやバターやクリームチーズ、ブルーチーズ、とろけるチーズ、何でも合うと思います。いかがでしょう。あ、それからね、このパンはお水は入れなくて牛乳を入れてます。お塩もちょっと、お砂糖も控えめに大さじ1くらい入れてます。結構とてもね、素朴な味のパンなんですよ。これはうちの小鳥も大好物ということで、皆さんまたねー。いつものパンでした。のんたー。バイバーイ。またねー。